次に山山岡岡達達丸丸さん、はい、と申しますえ本日です、ね、萩生田大臣が、まあ、決算委員会でこうして初めて所信、まあ、体制質疑ということで、えー、答弁いただくという形になりました、あの大臣がご就任されて、まあ、コロナは想定されていたと思いますが、ロシアあの,この侵攻といいますか、侵略とか、まあ、こうしたウクライナ情勢等はですね、 まあ、想定されておられなかったと思っております。まあ、激しく世界が動く、こういう経済産業情勢の中でですね。日本のまあ行政のまあ先頭に立って今対応されていることに心から敬意を表させていただきながら、私もまた。この時間をいただいて、この今の情勢にと問,問題意識等を質疑させていただければと思います。あの、私から冒頭まずロシアのことを少し伺いたいと思います。まあ、ウクライナの侵攻というのは、ま試験国家に対して一方的に。 力でで体制を変えていいこうというとものでありますから国際社会においてもですねとても許されるものではないということは、あの皆で共有しているところでございますけれども、一方で、現代のまあ戦闘、いわゆる戦争というのが、この当事者の国に対してもそうでありますけれども、世界も巻き込んで、経済制裁という形になりますから、本当に深刻な経済的な影響を及ぼすということも、今回の、 武力衝突の紛争の中で,です、ね、まあ、非常にそれが明らかになってきたということを感じている次第であります。さまざまな論点ありますけれども、まあ、私から大臣にまず伺いたいことでありますけれども、まあ、今回です、ね、国際送金決済システムのいわゆる SWIFT、まあ、ロシアの金融機関、これを遮断、排除するということ、でまあ、その先日、これが7つの金融機関にこれ対象とするということを EU がまあ表明されまして、 まあ日本も当然、強調することになりますから、ここに加わっていくということになるわけでありますロシアはまあ過去に1998年、金融危機でルーブルショックもありまして、そのときも当時の関係者に話を聞けば、大変な決済システムの,この混乱等も含めて、経済的な影響があったということが伝わっているわけでありますけれども、今回は普通に考えても、それに非ではないような影響が出るのではないかということは、 もう誰もが想像するところでございまして、まあ、ここの部分ですね、定量的にお答えすることは難しいかもしれませんが、まあ、経済産業、所管される大臣として、ですねこのいわゆる、まあ、いろいろな制裁ありますけれども、ス w i f からの切り離し、このことの影響、世界への影響もそうですが、国内の産業、企業への影響、どのように見ておられるか、このあたり、大臣からご答弁をいただければと思います。萩生田経済産業大臣 まず今般のロシアによるウクライナへの侵略は強く非難されるべきものであり、断じて認められません。2日に EU がロシアの7銀行を SWIFT からの排除する旨の制裁措置を発表したと承知しております。これは国際社会への影響を見極めつつ、ロシアに対して最大のコストを課すべく、日本を含めた G7 をはじめとする国際社会が、緊密な連携の下で調整を行った結果として、e、EU によって決定されたものです。 なお今後のウクライナ情勢の動向によっては、今後追加の措置もありえると承知しております。我が国としては制裁措置について、引き続き国際社会と連携し対応する考えでありますが、一方で我が国の国民生活や経済活動への影響が最小限にとどめることが重要と考えております。経産省としては今後、制裁による日本経済やエネルギー安定供給、各産業への影響についてしっかりと精査をし、 状況にに応応じてて適切に対応してままいいいりたいと思いますあの国内の企業がこの7銀行をどういう割合で使っているか、取引額の総額はいくらか、こういったことはまだ直ちに足元分かっておりませんけれどあの発生するであろう影響に対してです、ね、しっかりあの状況に応じた対応していきたいと思っております山岡達丸さん。まあ一般的に考えれば、まあ、ロシア国内で,です、ね、例えば、法人の企業がいたとしてです、ね、商、まあ、取引、すべてに影響していると、大きな。 トヨタさんでありますけれども、まあ、そこは工場稼働停止し、ほ、まあ、他の自動車メーカーもです、ね、輸出等を止めていくというような報道もされているところではあります。でも今,今国会で,です、ね、まあ、こうしたさまざまなリスクに対応する、いわゆる貿易保険についてもです、ね、あの政府から改正案が提案されているわけでありますけれども、まあ、この改正案はコロナ等です、ね、まあ、大規模災害とか、あるいは感染症のことを、 対象に加えていくということでありますけれども、まあ、貿易保険がです、ね、こうした中で、まあ、本来の目的であります、まあ、このいわゆるカントリーリスク、紛争とか戦争、テロに対してです、ねまあ、対応するということを、まあ、我々も聞いているわけでありますけれども、まあ、ここの部分の制度の部分にまず経産省に伺うわけでありますけれども、いわゆるこれから想定される事象として、まあ、輸出。この、 今の直近の輸出入等のです、ね、影響というのは当然あるわけでありますけれども、まあ、今後のです、ね、機械損失といいますか、そういう営業ができなくなってくる、まあ、こういう損失等もです、ね、これから発生していくことが想定されていくわけでありますが、貿易保険というのはどこまでをカバーして、どこまでの部分がこのスイフトの被害等も対象になってくるのか、ここの部分をお答えいただけますでしょうか。飯田貿易経済協力局長 お答えいたします貿易保険は、本邦企業の輸出、融資、投資等の対外取引、これに伴うリス,クにつきリスクの中で、民間の保険では引き受けられないリスクをカバーする保険でございます。今、ご指摘のございました点につきまして、あるいはあのスイフトからの除外ということで、どういうことが起きてくるかということでもございますけれども、 これは個々の企業によってですね取引のある金融機関、異なりますので、一律には申し上げるわけにはまいりませんことはご理解いただけるかと思います。その上で、今後どのようなことに対応できるかということでございますけれども、例えばそのス w i フトからロシアの金融機関が排除された結果として、個々の取引において決済手段がなくなって、損失が生じた場合、具体的には、 輸出についてはすでに輸出した貨物の代金を解消することができない場合、融資については貸付金を回収することができない場合、投資については投資先からの配当金の送金ができない場合、あるいは投資先が一定期間以上の事業を休止に至って損失が生じた場合、こういった場合には、具体的に生じた損失の額に応じて保険金が支払われることになるわけでございます。 ただ、あの保険契約をです、ねまあ、仮に結んでいたとしても、あの実際の,あの保険契約そのものにつきましては、えー、実際の、まあ、先ほど申し上げたあ貿易あ、輸出、融資、投資といったあの取引の内容に応じて保険の範囲を定めておりまして、その保険の範囲に応じて保険金を支払うというのが1つ目のポイントでございます。それからあのもう1つは、えー 先ほど申し上げましたとおり、これは貿易保険を締結している場合ですので、そもそも貿易保険契約を結んでいない場合には、貿易保険としては対応しようがないということでございます。それに加えまして、先ほど将来のビジネスの機会が失われたことに関する機会損失についてはどうかということで、ご質問がございましたけれども、貿易保険の契約は、現に存在するですね輸出、 融資、投資、こういったその現に存在する取引について、保険契約を結ぶものでございますので、将来のビジネスの機会が失われたことによる潜在的な損失については、貿易保険では対応することができないということでございます山岡達丸さん。今、貿易保険のカバーできる範囲、それの限界も含めて伺ったわけでありますけれども、先ほどお話もありましたけれども、いわゆるこれからの機会損失というのは、 未来に関わることでありますから、そこはカバーできないと、そして貿易保険もです、ね、今、お話にありませんでしたけれども、輸出額に対して6%程度の貿易保険というのが今、かかっているようでありますけれども、大半はかかっていないようであります。そうなりますとです、ね、この今回の危機はです、ね、政府のさまざまな対応を示すという一つの中に、貿易保険で対応するということが書かれているわけでありますけれども、ただ想定される中身というのは、 とてもこれでカバーできないような被害が生じるのではないかと、でまあ、それに対して、まあ、具体的にどうしていくということがです、ね、まだ十分に見えているということではありません。あの現,現状ではです、ね、なかなかお答えしにくいかもしれませんが、あえて伺いますけれども、まあ、保険の制度にもよるので,です、ね、保険の制度の中身だけで言えば、入ってない人を助けるのはどうかとか、まあ、こういう議論もあろうかと思うんですけれども、ことの重大性に考みて、この影響がで出る、この スイフトの営業をですね。まあ、しっかりとカバーしていく。財政的にもカバーしていくことをですね。最大限検討していくと。いうことを大臣からご答弁いただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。萩生田経済産業大臣。まあ、あの侵略開始から一週間です。そして。今、さまざまな経済措置が累次にわたって広がっている状況にあります。先ほど来お答えしているように。 報復制裁も想定はしておかなくちゃいけないと思います、そういう中で海外で商いをしている企業、あるいは海,内海外に立地を持って努力している日本企業がです、ね、こういったその不測の事態によって会社の存立が危うくなるような事態というのは避けていかなきゃならないと思いますからあの、いろんなことは幅広に考えていきたいと思います。たただ今お話があったその保険にフォーカスを当てると 保険に未加入の人たちまで保険と同様のサポートをしたら、保険に入っている人が馬鹿らしくなっちゃうわけですから、その辺のメリハリというのは必要なんだと思いますけれど事態が事態ですから、そこはあらかじめ、これは絶対やりません、これはあの考えてませんということじゃなくて、これから推移を見ながら、企業の皆さんに寄り添って相談もし、また支えていきたいと思っています。山岡達丸さん ありがとうございます、まあ、大臣、先ほども国民生活への影響を最小限にするということも含めてです、ね、まあ、事業者に寄り添っていくという話もありました、まあ、制度のさまざまな理論もありますけれどもです、ね、ぜひ今後の推移を見守りながらです、ね、まあ、今回の事態、えー、もちろんその許されざることでありです、ね、制裁に加わっていく日本というのは理解するんでありますけれども、一方で国内への影響というのをです、ね、本当に真剣に考えて最小限にしていくということを、まあ、我々からもまた気づくことがあれば申し上げていきたいと思っております。 ご質問の中で,です、ね、ちょっと先に CCS のことについてあの、お伺いたいと思います。あのまあ、この今、エネルギー問題等がです、ね、この直近の課題として、ウクライナ等では問題になるわけでありますけれども、まあ、将来の課題として、カーボンニュートラル、まあ、CO2 をこの国内から減らしていくと、産出量も減ら,減らしていくということが議論されるわけでありますけれども、まあ、CCS というのは、いわゆる空中にある、 CO2 をま捕まえて、それを地中に埋める、CCUS という、それを再利用するという考え方もあるんですけれども、地中に埋めるということについて、この大きな期待を寄せてです、ね、国としてもかなり実証事業を進めていただいているということであります。大臣におかれてはです、ね、1月29日に、北海道の苫小牧に足を運んでいただいたわけでありますけれども、私は苫小牧が居住地でございまして、この苫小牧が、 いわゆる CCS のですね実証実験のまあ先進的な場所として、政府のこのお話を受けて、海中に、海の底に、この30万トンの二酸化炭素を埋めるということを先行して実施した地域でもあります。まあ、この中で、世界に貫たる事業ということで、苫小牧としてはですね非常に大きな名誉なことであるということも思うわけでありますけれども。 産業界にとってはです、ね、必要な事項であってもです、ね、まあ、この CD 先生の実証事業においてはです、ね、海の下ということで、まあ、いわゆる漁業者の方、漁協の皆様にです、ね、大変な理解をいただいていて、今の事業が進んでいるというのも実態であろうと思っております。苫小牧漁協にはです、ね、あのまあ伊藤組合長、そしてまあ当時は長山専務という。 方がいらっっしゃったんですだ、まあ、ちょっとあの残念ながらあのお亡くなりになってしまってです、ね、まあ、経産省の皆様にはです、ね、ご葬儀にもご参列をいただいたという経過もありましたけれども、今、尾本専務がです、ね、その後引き継がれて、若い専務でありますけれども、まあ、いわゆるこの CCS のです、ね、実証事業に対して、深い理解を引き継ぎながら、現在に至っているという状況であります。 大臣は現場もご覧になっていただいているということでありますけれども、苫小牧という町自体もです、ね、ゼロカーボンシティということを目指しながら、まあ、この事業を進めていこうということをやっているわけでありますけれども、まあ、この CCS というのは、この CO2 を減らしていくという意味で、産業の皆様には非常に期待も寄せられますし、あるいはですね、まあ、CCS というカーボンリサイクルで、別のものにしてこの活用していくとこともあるんですけれども、 漁協の皆様にとってはです、ね、まあ、今までまあ協力はすれどもです、ね、この脱炭素社会の中でどういうふうにです、ね、自分たちがまあこれから役割を果たしてまあメリットを享受できるのかという部分については、まだまだ十分に見えない中でもです、ね、思いでやってくださってた部分があるわけでございます。まあ、こう例えば、漁協の皆様で言えばです、ね、近代化した冷凍冷蔵設備等ですね、 まあこの脱炭素の中であっても、漁業のありようというのは変わっていくことが想定されるわけでありますけれども、大臣、地元でさまざまご交流いただいたということも聞いておりますがあ、あえてこの場でもお伺いしたいんですけれども、このこれまでの苫で小牧、そして漁協の取り組み、そしてまあ今後の漁協のそうした懸念、懸案の事項、思いについて、ぜひこの場でご答弁を願えればと思います。萩生田経済産業大臣 えー、あの年初にお地元にお邪魔をさせていただきました。今年はあの珍しく苫小梅は雪が深くてですね、あのびっくりしました。あの、えー、雪の中に先生の笑顔のポスターがあちらこちらに貼ってあってですね、まあ、改めてあの地元の信頼の高さを感じた次第でございます。あの実は私の地元八王子市と苫小梅は姉妹都市でございまして、えー、八王子千人同親がもう400年前に 現在の江開拓団に加わって苫小牧の町を開いたというこういうい経緯がありますので、実は政治家になってからもあの大げさじゃなくて毎年必ず苫小牧に行ってましたので、もしかしたら先生より詳しい場所も人もいるかもしれません。 したがって、あの伊藤漁業組合長をはじめです、ね、皆様の、のそういう意味では信頼をして、お会いをしていただいたと思ってます。苫小牧の CCS 実証試験センターは、日本初の大規模 CCS 実証拠点であるとともに、住民の生活圏に近い市街地の近傍での初の CCS プロジェクトを行っている点で、あの私も現場、初めて行きましたけど、ちょっとびっくりしました。 また、お話がありましたように、ヤク倉市長はじめ、街を挙げてゼロカーボンシティというのをです、ね、あの非常にあの気候的にもいろんな困難がある中で、前向きに取り組んでいることをあの高く評価をしたいと思います。地域社会と密接に連携しながら、30万トンの CO2 貯留を達成をし、世界のロールモデルとなる CCS であり、本事業の実施にあたって、苫幕前市の地元の皆さんからのご理解とご協力に感謝を申し上げたいと思います。 特に苫小牧漁業協同組合や漁業者の皆様から、苫小牧 CCS 実証試験センターの建設段階からさまざまなご配慮と多大なるご協力をいただけたことにより、事業を円滑に実施することができたと認識しておりまして、重ねて感謝を申し上げたいと思います。今後も苫小牧の CCS 実証事業をさらに推薦していくにあたり、漁業協同組合とも一層の連携を図るとともに、漁業協同組合や漁業者の課題などをよく伺いながら、 必要な支援策をを検討するよう事務方にも指示ししました、ね、今、市の方と相談しながらお話のあった、なんか火事を起こしちゃったらしいですよね、そ,でそ,ででそれで建屋の建て直しだとか、冷蔵庫の入れ替えとかいろいろあるというふうに聞いてますので、どういうメニューでお地元に寄り添った支援ができるか、また CCS と絡めて、ですね先ほど U というお話してくれました、CCUS に苫小牧から、うんあの 一歩前に出れるようなことも含めてですね、あの漁協の皆さんとも信頼関係をさらに高めて引き続きあの、えー、パートナーとして一緒に歩んでもらいたいと思いますし、できる支援はしっかりしていきたいと思っております。山岡達丸さん、大臣ありがとうございます。あの私も浮かでした。大臣八王子でございました。あの姉妹都市ということでですね、私今ご指摘をいただいて。 まあ本当に縁を感じさせていただいて、ありがたく思っております、そして現場にもです、ねまあ、深い理解をいただいているということも、今のお話から伺わさせていただく中で,です、ね、まあ、ぜひ良い形で、まあ、このカーボンフリーというのを実現するにあたって、積極的に CO2 を減らしていくという研究分野はです、ね、間違いなく必要であり、かなりの部分をこう、そこの貢献をすると、世界にも貢献するという事業であると思っておりますので、 まあぜひですね地域とともに、また大臣にもご関心を持っていただいて進めていただければと思いますし、そうした協力のされている皆様が、大いにそのことについて、自分たち、協力してよかったと思えるような形を作っていただけるよう、これはまたいろいろお知恵をいただければということをお願いさせていただきます。経産省にに合わせててこの CC S の CCS 進捗に関して伺いたいいたと思いますが あの2024年からですね、いわゆる液化した CO2 を船で運ぶということで、まあマイから苫小牧までまあおよそ1000キロこの距離がある中をですね、船舶輸送を行うということになっています。で CCS として地中に埋める実証事業は終わったんですが、これから液化して運ぶとこれを運んできた。 この苫小谷にですね運んできた CO2 の液化したものをこれをどうしていくのかということについてはまだ地元は十分に分かっていない部分もございまして、まあ今どういうビジョンを持っておられるのかその展開展望等を伺えますでしょうか。佐田光資源燃料部長。ただい今ご指摘のありましたマイズルから苫小谷への長距離輸送をはじめとする。 世界に先駆けた液化 CO2 船舶輸送の技術確立のための実証試験、これはこれから進めていくところでございます。加えまして、輸送した CO2 を利活用したメタノール製造といった苫小牧におけるカーボンリサイクル事業の検討も進めているところでございます。私ども、地元の今、産学館の皆様が、 えー、CCS の社会実装に向けたあのロードマップを最近作られたということも、えー、承知してございます。えー、政府としては、地元の方々のご理解、ご協力、そして今、ロードマップのようなアイデアもしっかりとです、ね、受け止めながら、苫小牧における CCS の,、まあそのえー、事業化、拠点化ということについて、しっかりとサポートさせていただきたいというふうに考えてございます山岡達丸さん。 すみません経産省に続いて伺うんでありますけれども、苫小牧の今、拠点にしていただいているわけでありますけれども、まあ、す,ぐにすぐ近くに、厚、ま、間、あ、という町があってです、ねあの、いわゆる、えー、火力発電所、大型のトマト厚間のです、ね、火力発電所というのがございます、で北海道の電力をそっと支えているわけでありますけれども、まあ、CCS のビジョンで,です、ね、皆様がお,おまとめになっているこの資料の中にもです、ね、火力発電所との,この連携の中で、 CCS 進めていくことにすごく価値があると、そして火力発電所を生かしていくということのお話も書かさせていただいておりますけれども、書かれておりますけれども、地性的にです、ね、非常に近いところに火力発電所があるという中で、まあ、将来的にです、ね、こうしたところとの連携というのもビジョンとして考えるのかどうか、まあ、このあたり、ちょっとご知見伺いますでしょうか。佐田光資源燃料部長、はい、お答え申し上げます、えーまあ、あの CCS を実際に社会実装していくためには、やはりあのなるべくまとまった CO2 の排出源が近くにあるということは大事な要素だというふうに考えてございますま。私どももそのあの地元の方々の,あのビジョンもですねしっかり勉強させていただきながら、ま,まずはあの地元の方々の理解、ご協力がいただけるようなですね、 形でこれからの推進の在り方というのを、えーまあ、発電所との連携も一つのオプションとして検討してまいりたいというふうに考えてございます山岡達丸さん。ありがとうございますあの、まあ、コスト的な問題も課題が非常にありますので、まあ、簡単にそれが進むというわけではないのは承知しているんですけれども、ただ、地政上のです、ね、部分もぜひいろいろご研究いただいた上でです、ね、有効な活用、まあ、この社会、世界にですね、 こうしたモデルを提示できるような部分を、ね、ぜひこれから研究していただきたいと思いますし、私もまたさまざま申し上げていきたいと思いますので、経産省の皆様にもぜひ、いろいろよろしくご注意をいただければと思っております。大臣にあのこの CCS のことで伺うんですけれども、まあ、実は私は大きな課題が一つあると思っておりまして、あのこの CCS の実証事業は、海の中の地中、海,海中の,地,あの地面の下に入れるということでですね、 まあその海の上の所有者というのが特に定まっていない中で、まあ環境省のですね海洋のこの汚染防止のための法律によってですね、そこの規制に対してのまあその範囲をうまく調整しながらこのいわゆる地中への実証事業をやってきたということがございます。まあしかしですねこれから陸上の方の地中にまあこの CO2 を入れていくということが この事業環境を整えるで、まあ、必須のことであろうと思いますが、この陸上の下というのはです、ね、例えばそこを垂直に上に上げれば、どなたかの所有する土地であったりとかですね、まあ、そうした問題がございます。ガスの採掘とかです、ね、それは工業圏の中で、まあ、いわゆるその人様の土地の下であってもです、ね、権利は保障されているわけでありますけれども、まあ、それは採掘する権利でありまして、その中にガいわゆるガスを入れる、CO2 を入れると。 いうときに、空洞がまあどのようにですね所有権があって、例えばその地上にいる方からですね訴訟を起こされるようなリスクがあるとすれば、これはですねあのとても事業環境としてリスクが高くて、CCS の,の推進ができないという状況があるというのも、これは地元のですね実際に CCS を進めてきた 事業者の皆様からの声としても聞いているところでございます。でこれからですね、もちろんコストの課題、さまざまな課題があると思うんですけれども、こうした地中の中の権利をどのようにしていくのかという部分については、私は新たな法律の枠組みが必要なんだろうということを強く感じているわけであります。で特にですね、事業環境の整備ということでの法律でありますから、 これは私は経産省が中心になって、この法律の検討、研究を進めていただきたいと思っておりますが、大臣、いかかがでしょうか萩生田経済産業大臣。経済産業省では今年1月から CCS 長期ロードマップ検討会を開催し、CCS のサプライチェーンコストの低減ですとか、事業化に向けた法的課題を含む事業環境整備について議論を行っているところです。でそのの中で多くの委員から 2030年からの CCS 事業開始のためには、早期の法整備が必要というご意見をいただいており、法整備の必要性については認識しております。今、先生は苫小牧のお話しされたんで、改定の話なんですけど、陸上でも CCS は可能でありますから、その場合は既存の法律とどう整合性を持ってやっていくのかなどですね、いろいろ検討しなきゃならないことございます。今後、年内に策定するロードマップ検討会の中で、 CCS 事業における官民の役割分担ですとか、CCS の事業化に向けた制度的課題を整理をし、具体的な検討を進めてまいりたいと思います山岡達丸さん。はい、CCS の事業は、他省庁も絡むと思うんですで。やはりあくまでも事業とのセットで,です、ね、これが進んでいく、まあ、コストの課題もありますけれども、まあ、ぜひ、経産省を中心に、まあ、こういう課題検討を進めていただきたいということを。 重ねててお願いをさせまた CCS の話、CCS の話についてはです、ね、またこう、機会をいただいて、ご質問させていただければと思いますが、このエネルギーのことで、ちょっと直近の話にお話が戻るんでありますけれども、まあ、いわゆるこのウクライナの情勢に鑑みてですね、 まあ今、さまざまこれまでの質問も出ておりますけれども、いわゆる原油の高騰、ガソリンの高騰について、私からも質疑をさせていただければと思いますま。本日発表されたこの激変緩和の深掘りのまあこの考え方、いわゆる5円までの措置をですね25円にしていくということで、3月いっぱいということでございますけれども、今のところはですね、今のところはまあそういうお話聞いておりますけれども、 まあそうした措置を行うわけでありますけれども、確かにこの25円措置というのは非常に大きい金額でありますし、この考え方としてですね大胆に緊急性の高く対応されたということを強く思うわけでありますけれども、しかし一方で、激変緩和というまあこの制度の枠組みである以上、これは既存のガソリン価格がまあ下がるということにはならないわけであります。 まあ一定の金額を超えた部分の差額分を見るということで、まあ、25円ということのです、ね、範囲内でまあ金額が定まってくるということであります。でこの目下ですね、ウクライナの前から原油は非常に高騰していて、国民生活は厳しくなっているということは、まあ、この問題意識についてはこれまでこの委員会でもです、ね、大臣、何度も答弁されておられました。でやはり生活に関わる、北海道はです、ねまあ、生活そのものに車が必要となりますし、まあ、おそらく、 東京の大都市以外の方はです、ね、車の生活が関わらない方がなかなかそんなにいないんじゃないかというぐらいです、ね、全国的に関わりのある、それはガソリンというのはです、ね、身近なものでもございます、でもちろん幅広くです、ね、業種ごとにいろいろなあのエネルギーの、まあ、原油であったり、原油、ステーションした、重油であったり、灯油であったり、あるわけでありますけれども、まあ、しかしやはり国民の思いとしてはです、ね、ガソリン価格下がってほしいという思いが強くあるわけであります。 大臣あの最後に伺いたいんですけれども、まあ、激変緩和という枠組みをです、ね、そこにこだわらず、まあ、25円分の措置をするんであればです、ね、ここの、まあ、きちんとそれをガソリン価格に反映させて、そして、より深掘りの価格が下がることもありうる、そういう措置を行うべきではないかと思いますが、大臣の見解を伺いたいと思います。萩生田経済産業大臣 原油価格が上昇している中、激変緩和事業はガソリン価格などのさらなる高騰を抑えるものであり、そもそも値、ね、下げを狙う制度でないことを改めてご理解いただきたいと思います。で本事業は本法改正が必要なトリガー条項と違い、スピード感を持って対応できるとともに、トリガー条項では対象とならない灯油や重油も対象になるメリットがございます。 本事業の効果もあり、2月28日のレギュラーガソリンの全国平均価格は172.8円となりました。もし本事業がなければ、原油価格の上昇により、178.2円になっていたと予測されるため、5.4円の価格抑制効果が確認をされました。また、軽油、投油についても同様に、それぞれ5.5円の価格抑制効果が確認されたところです。 このため、価格上昇の抑制という目的は一定程度達成できていると考えております。他方、ロシアによるウクライナ侵略により、原油価格がさらに高騰しており、支給上限である5円を超える価格の上昇が生じているため、まあ、今朝ほど関係閣僚会合を開催し、農業、漁業などの業種別の対策の強化に加えて、当面の間、緊急避難的な措置として、激変緩和事業の大幅な拡充強化を行うこととし、 たあたり円円ををまで用意をさせていただ、きましたただお話があったように、もう今日あのニューヨークも WIT もですねあの、大変100ドルを大きく超えるような取引がされておりますので、また、ロシアとウクライナの状況によっては、さらに高騰する可能性もあります、したがって、これは緊急避難的な措置なので、まあ、4月以降、さらにこうどうなるのか、長期化するのか、そういったことをしっかり見極めて、 あらゆる選択肢を排除しない、そういった中で、えー、国民生活の影響を最小限に抑えられる努力というのを政府を挙げてです、ね、しっかりやっていきたいと思っています山岡辰丸さん、はい。ありがと、うございますもう時間来てますんで、最後一言申し上げます、あのトリガー状況に最,最初に言,言及されたのは、萩生田大臣だと思っております、まあ、それはある種です、ね、国民生活に寄り添っているからこそ、政府のです、ね、ラインを超えても、まあ、いろんなご発言をいただいているものだと理解しております。 まあぜひ、最後のお話にありましたけれども、今後の展開展望の中で,で、柔軟な対応の中で、われわれもいろいろ申し上げていきますし、この必要な対応というのをしっかりしていただきたいということをお願いさせていただきまして、私の質問を終わらさせていただきたいと思います。ありがとうございました次回は来たる9日水曜日、午前8時50分理事会、午前9時、委員会を開会することとし、本日はこれにて参加いたします。